キオッチャは、イタリア共和国ベネト州ベネツヤ県にある都市で、その周辺地域を含む、人口約5万人の基礎自治体。県内、第2位の人口を有するコムーネである。旧市街は、ベネツヤ型方南端の島の上に築かれている。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ベネツヤ県外略図ベネツヤ県南部に位置するコムーネで、西に、パドバ県、南に、 ロビーゴ県と接する。キヨッチャの町は、ベネツヤ方とポーガワデルタに挟まれて、アドリア海に突き出した小さな半島上の地域に位置する。ベネツヤとフェラーラのほぼ中間に位置し、パドバ、ロビーゴからは約50キロメートル離れている。歴史的な中心市街は、ベネツヤ方南端に位置しており、運河で隔てられ橋で結ばれた小さな島々の上に築かれている。 ベネツィアと異なり、大部分の地域では自動車や公共交通機関の通行が可能である。地域東部のソットマリーナ島は、ラグーナとアドリア海を隔てて連なる島々の最南端にあたる。ソットマリーナは単独の市街地を形成しており、キオッチャ旧市街とは橋で結ばれている。地域の西部及び南部の本土に位置する地域は、 アドリア海に注ぐブレンタ川とアディジェ川の下流域にあたり、多くの分流や運河が流れている。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の PD はパドバ県、ローはロビー語県所属を示す。キヨッチャの起源はベネツヤと同様に伝説の域に渦もれている。実際に安定の霊が敗北して、トロイアからアクイドとクローディオと一緒に逃げ、 アドリア海の海岸に避難場所を見つけた伝説は次のように連想を起こさせる。アクイド、安定のレ、クローディオはそれぞれアクイレイアパドバ、クローディアという地域共同体を作った。最後には、クローディオは赤い、立ち上がった獅子の印をトロイアの記憶のために選んだ。クローディアという名前は世紀を経るごとにクルーザ、クルージャ、キヨッザと代わりキヨッジャとなった。 5世紀に書かれた古い資料には、町はビサンティン帝国の一族集の一部となったとある。中世には、町は独立コムーネとなり、1110年には死教座となった。歴史上重要な1ページは、キオッチャの戦いと呼ばれるジェノバとベネツヤとの戦いである。1379年、町はジェノバの手に落ち、1380年にはベネツヤが取り戻した。 キオッチャは1797年にナポレオンの手によりベネツヤ共和国が滅亡させられるまでその一部となった。続いてカンポフォルミオ条約により1798年に町はオーストリアに組み入れられた。1866年にイタリア軍が町を解放しイタリア王国に併合されるまでオーストリアとフランスが交互に町を支配した。 第二次世界大戦中は連合国の空軍の絨毯爆撃の危険にさらされた。市民の放棄のおかげで、ナチスのファシストは降伏し、1945年4月27日外は連合軍により解放された。キヨッチャには以下の分離集落がある。印を付したものは翻訳元に挙げられていた出典であり、役室に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。